らずに済んだか。まったくステルフ、何もあんなに監視を厳しくすることないだろうに。さて、とりあえずまたあそこに身を隠すとするかな。相変わらず盛況だな。この分じゃ中の二人は。よし、終わったー。ハモちゃん、これお客さんに渡してきて。わかりました。マスターは次の依頼に取り掛かってください。まだあるんだ。ちょっとだけ休憩しない？仮に1時間休憩した場合、マスターの睡眠時間がなくなってしまいますが、それでもよろしければ。それは困るって。私1時間しか寝ちゃいけないの？予想以上のありさまだな。あ、ジオさん、いらっしゃい。今はちょっと。ああ、わかっている。どれ、私も微力ながら手伝うとしようか。そんな悪いですよ。それにジオさんは。口を動かしている暇はないだろ。さて、何をしたらいいかな。では、これをお客様に届けた後、材料の仕入れをお願いします。大至急で。心得た。では。すみません。終わったー。もう動けない。お疲れ様でした。ホムは飲み物を用意してきます。ああ、助かる。しかし毎日これでは体が持たないだろう。はい、ジオさんが来てくれなかったら今日はかなり危なかったかも。仕事熱心なのはいいことだが、もう少し仕事を減らしたらどうだ。でも師匠との約束もあるし、それにみんな困ってるから私のところに来てるのに、私が断っちゃったら。やれやれ、人がいいというかなんというか。あ、いや、ごめんなさい。いや、責めているわけじゃない。しかし現実問題としてこのまま続けていくのは無理だろう。はい、何かいい方法ないかな。うん、ではこういうのはどうだ。え？おい。うわ、どうしたんですか、ステルクさん。また王が逃げた。こっちには来てないか。今日は姿を見てませんけど。そうか、邪魔をした。くそ、一体どこへ。ふう、どうにかごまかせたか。もう、今日は何から逃げてきたんですか。ああ、聞いてくれ。これがひどい話でな。私が城を開けている間に勝手に見合い話が進んでいたんだ。見合いですか？でもまあ、ジオさんもいい歳ですし。君まであいつらの味方をするのか。勘弁してくれ。ことこの件に関してはステルクとメリオダスまでが手を組んで、君まで敵に回ったら。とりあえず鎌から出てください。仕事ができないですよ。おお、すまん。隠れ心地がいいものでついな。
さて、ほとぼりが冷めるまで町の外で剣でも振り回してくるか。一緒にどうだ。私はまだ仕事が、でもたまにはいいかな。よし、では見つからないうちに出発するぞ。ああ、そうか。いっそ身近な女性と結婚してしまえば、うるさく言われることもなくなるな。ジオさんにそんな人いるんですか？まあ。先に相手の意思を確認してみないといかんが。結果が分かったら教えてくださいね。ああ。望みは薄そうだがな。